世界で一番短い聖書の時間とお話の時間となりました。今日は全てのことを感謝しなさい、第一テサロニケの5章18節ですね。さて、私はですね、前日このお話をしました。スキーをやってはいけないというふうに言われたのに、やって骨折をしてしまったんですね。骨折をしてからすごかったんですね。下の病院に連れて行かれ、そしてですね、先生が言うんですね、骨がこう合わさってるから、これを引っ張って合わせれば入院する必要もないだろうと、こうおっしゃったんですね。じゃあどうやって引っ張るのかって言いますと、みんなで引っ張るって言うんですね。でびっくりしました。そしたら屈強な男性が出てきて、4、5人で私の足と上半身を掴んで、いやーと引いたんです。これで治った、もう病院入院する必要はないと言われて、そのまま帰されたんですが、私たちは夜を徹して東京に帰り、そして病院に行ったんですね。そうしましたら、引っ張って合わさったはずの骨が合わさっておらず、これが交差したままだったんですね。そして私は結局入院となりました。そして、2ヶ月の間そこで入院となったのですね。教会からも遠く、家からも遠く、そしてどうしてここに置かれたんだろうと私は思いましたし、後悔をいたしました。しかし全てのことを感謝したんですね。その中で特別なことが起こりました。何かっていうと、そこで私は開拓伝道に出るように神様に語られたのです。またそこで私は結婚に導かれました。その病院から50メートルのところに私の妻となる女性が住んでおり、私の入院をきっかけに、この結婚にまで導かれたということが起こってきました。確かに私は失敗しましたが、感謝の祈りの中で全ては益となりました。感謝の祈りは非常に大きな祝福です。感謝しましょう。どうもありがとうございました。